はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴沢良二でございます。新様、篠原様、ゆか様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。チラシ代とか、教挙様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございました。早速なるはやで送らせていただきます。引き続きポスティングボランティア様、ご支援メール党員様も大募集しております。よろしくお願いいたします。事前審査で広報の中のですね、豊島区議会議員は元だろうと指摘されちゃいました。現行修正であります。そうだ、参院選の時には私辞職してて豊島区議会議員じゃねえんだ、あーなんてね。まだ辞職してません。15日にですね、私に一般質問の機会があるので、最後の仕事で、議会で外国人生活保護廃止とか、留学生、こんなに日本人の学生は何にもしてもらえてないのに外国人ばっかこんなに、超優遇されてるんですよ、なんてことを訴えてですね、最後の仕事としてね、それやろうかと思っております。まあ早めにですね、つべのチャンネル名とツイッターのアカウント名、変えときました。忘れちゃうと大変なんで、ということで、ウクライナ難民女性に初手から 3P を迫ったレベルの高いド変態 TBS 社員について続報ありました。 TBS 社長室広報局、迫った事実はない、スマホの翻訳アプリの行き違いではと発表。トースポ、こちらですね、記事ね、曲は否定ということで、ネットの反応です。これで疑惑が深まったな。二人きりではあったんだな。その後のやりとりは記録が残ってるらしいで、まあ、LINE のキャプチャーとかあんでしょうね、これね。潔白なら発言内容をこと細かに出してもいいよな。 TBS 以外の複数で検証しなきゃ、取材と称して人事が就活女子を呼び出すより悪質と、まあ立場を利用してみたいな感じですか。事実はない、証拠は、証拠は、まあちょっと事実はないって否定すんの早すぎますよね。1日ぐらいでね、裏を取るとか、それが確実か確認作業にもうちょっと時間取ってもいいとは思うんですけれども、即座に否定したもんね。全世界に叩かれるから認めるわけにいかない、独自調査、はい解散、疑われた側が晴らすじゃなかったっていうような意見がありました。まあまあ翻訳アプリのせいにするって2ちゃんですでに予想されてました。 TBS はアプリの翻訳のせいにすんじゃねえか、誤解があったとか言うんじゃねえか、予想してた人が、いました。連中の考えそうなことをことごとく分かっちゃいますね。こんだけ人数いっとね、まあ、ズバリ当たった。 TBS ね、今社運をかけて絶賛師団交渉中、口封じ中、大金積んで、まあ、必死に時間稼ぎせんとね、とりあえず否定しとけみたいな。戦争難民という弱者を取材と称して呼び出し、報道という立場を利用し初手から 3P を迫る、世界中から叩かれるっつうのこれ。メディアのあるまじきいいとかですね、国境なき記者団とかにも叩かれそうだな。独自調査では、信じられっかんなのバーカっていう感じなんですけど、被害者と LINE のやり取り残ってるらしいから言い逃れできないですねこれ。被害者に大金積んで口封じするしかないのかな。嫌疑はかけられた方が晴らさなくてはならないんじゃなかったっけ。左翼とマスゴミのあれではね、論理だと。こちらは連中の戦法を取り入れてですね、永遠に納得できる説明をって騒いでられますね。どんな説明されても、どんな証拠を出されても、そんなんじゃ納得できない。ほら、納得とか、心の中の問題ですから、できないできない、まあ、痛いはずないだろうっていう状況でも痛い痛い言ってたら、まあ痛くないって証明もできませんからね。納得できないっ
ていう証明もできませんから、永遠に言ってられますね。TBS 株主総会は6月29日だそうであります。高輪プリンスホテルだって、株主のどなたかね、これ追求してくれる方いらっしゃいませんか？呼びかけ、TBS 株主もしくは TBS 株主にの代理になれる人、TBS 株主知ってて、代わりに言ってあげましょうか、言えるような人ね、これってひょっとしたら罪になるんだろうか、代理で行くの、罪にはなんねえわな。会社が勝手に代理は禁止って言ってるだけで犯罪にはなんないと思うんで、そういうね、オタクの変態社員のこと聞きたいんですけどってはい、はい、はい、はいって手挙げて刺されたらの話ですけどね。これTBS 株主総会中止になっちゃうかもしんねえなーって、ちょっと思っておりますけども、日本共産教団参院選公約を正式発表8日、公約の目玉は日米同盟。いや、それ党の綱領には書いてあるけどさ、皇室打倒と日米同盟破棄は共産党共産教団の綱領には書いてありますけど、今それ言っちゃうかって思います。まあこんな感じで記者会見やったみたいですけどね。なんて書いてあるんだ、平和でも暮らしでも希望が持てる日本にとか言ってますけど、こいつら勝ったらお詐欺真っ暗だっつの。ネットの話相変わらずイカれてんな。ある意味ブレない。今はロシアのことで結構みんな目が覚めてきてるぞ。なんだよ東アジアの平和って、日本だけでいいよ。同盟破棄なら防衛予算3倍にしないと、核武装を推進するなら同盟破棄でもいい、これを支持するバカがいるっていうのがすごい。まあね、高齢者は急には方向転換できませんから、そのなんていうの、脳みその中身的にね、これ高齢者がですね、麻雀で泣く必要がないのに一旦泣かなきゃって思っちゃうと、泣く必要ねえのにポンとかチーとかしちゃうような現象があるらしいんですよね。まあ、この動画ご覧になってる、エリートの皆様はそんなことありませんけれども、日本を滅ぼしたいんだから筋は通っていると、ロシアのウクライナ侵略で判明した事実、核武装していない国は攻められる、どことも同盟してない国は攻められる。まあスイスぐらいですよ。まあまあヨーロッパの奥深くど真ん中にありまして、どこの国も通してくれねえっていうのもありますけれども、他にもですね、防衛予算倍増反対であるとか、ギャグだっぺっての、日米同盟破棄だったら防衛予算3倍ぐらいにしなくちゃダメだ、15兆円ぐらいにしなくちゃダメだっぺって話なんですけど、外交努力で東アジアの平和とかも言ってるらしいけど、なんで東アジアなんて、日本の平和だけでいいだろう。ゆくゆくはでもいいけど、とりあえずは日本のだけでいいだろうって話なんですけどね。日米同盟破棄なら大量核武装、まあ、一発二発ではダメですよ。大量に核武装、例えばロシアを破壊し尽くせるとかですね、アメリカとの同盟金だったらアメリカも敵になる恐れがあるんだから、アメリカも破壊し尽くせるぐらいの核兵器持ってないとね。防衛予算はまあ最低でも15兆円ぐらい必要ですね。倍増にすら反対してるのって、頭おかしいんですね。本当は3倍増しなくちゃいけないのを倍増すんなと言いつつ同盟破棄と、頭おかしいでしょ。痴漢に、襲われないように気をつけましょう、でもパンツは脱ぎましょうみたいな、そんな話ですよ。頭悪すぎな、完全に合理的な宗教なんかないっすけどね。共産教団言い草は合理的でない。仏教キリスト教イスラム教全てですね、行いが悪いと地獄に行っちゃいますよって脅すしその行いがいいか悪いかは教団が判断するって都合いいしね。まあ恣意的って言うんですけどね。どこもですね、教会に都合いい人、いっぱい寄付してくれる人なんかを行いがいいですね、天国行きますよ、そのね、地獄の存在が実証されてないんだから根本的に非合理的なんですよ宗教は全て。
人間のですね、解けない謎、例えば死んだらどこに行くのかなとか、生まれる前はどこにいたのかな、そういうものをですね、答えてくれるのが宗教です。あと人間を思考停止させる、仕掛けが宗教です。脳みそって体重の 5% しかないんだけど、消費カロリーの 25% ぐらい消費するらしいんですよ。だから燃費悪いのね。だから人はみんなですね、カロリー消費を抑えるために、好きあらば思考停止して脳みそを休ませるという戦略を取るんですけど、それにとっても都合いいのが宗教なんですよ。全て、アラーのおぼしめしとか言ってりゃ自分のせいじゃねえで考えなくてもいいもんね。そのためにあるのが宗教なんですけど、全部非合理的、共産教団もまたしかり、どんな行いがいいか悪いかは教団の判断ってことで適当なんだよね。キャッチは平和でも暮らしでも基本が持てる日本にだそうなんですけど、共産教団の参院選のキャッチがね、こいつらの権力持ったら全部よこせって言うからお先真っ暗ですよね。生命も財産も自由も全部よこせ、家族も労働力として全部よこせ、特に現金はみんなで平等に分けるためにとりあえず全部よこせ、言うね。で逆らうと殺される。レーニンが書いた国家と革命って本ね、平等配分のためには富の集約が必要。これ共産党が全ての富を独占するってことですね。そのための流血は避けられず、共産主義革命には暴力装置が不可避必須って書いてあって自白してんですけどね。共産党は平等配分には富の独占が必要は言わない、言わないで信者を騙してる。これね、豊島区議会で言ったらね、懲罰動議かけられちゃいましたけど、私ね、真実ほど人を傷つける、その通りだな。詐欺集団なんだね、そもそもの成り立ちが、根本が詐欺集団だから、どんな嘘でも平気人も殺すし、人殺しにですね嘘をついちゃいけませんよなんて言っても無駄だっつうの。共産党ってそういう党ですって、ご説明です。新大統領が就任した韓国政府、竹島調査を年中随時行う方針、反日姿勢、強めてきたな。徳島塗り号なんつう専門の船も作っちゃったみたいであります。ネットの反応です。よかった、すり寄ってこなくて、遺憾だけでいいのか。日本政府の抗議はガン無視、制裁風しかないな。日韓議連の役立たず、こういう時のために日韓議連っておるんじゃねえの。たまに韓国行ってキーセン楽しいななんて、言い思いして帰ってくるのは日韓議連の役割なのかって話なんですよね。打法して身代金を請求しよう。制裁ってか戦争でいいでしょう。他の普通の国だったら領土奪われてんだから、あれだわね、不法占拠されてんだから、宣戦布告ものが妥当だと思います。大統領が変わっても反日路線は変わらず、半導体輸出禁止だけで韓国経済を破壊できるぞ。経済破壊したら調査船出す燃料代もないですね。経済は、大事だなーっていう感じですけども、試験ですけどね。新大統領になっても反日は変わらず、南西国税だし、これ文在寅が左翼の大統領で、反動で右翼の大統領、韓国での右翼ね、韓国での右翼は反日です。左翼はどうかっていうとやっぱり反日です。なぜ国税だからしょうがないね。抗議無視だったら次は実力行使しかないですな。世の中には言っても分かんない、殴っても分かんない、殺されても分かんない、どうしようもないのが存在するんですよ、確実に。百田さんのですね、カエルの楽園にもですね、そんなどうしようもねメスガエル出てきてたけど、で絶望的な終わり方しますけれども、駐日大使を呼びつけてグーで殴ったら、わかりやすく
殴っても分かんないかもしれないんですけど、なんかあるたびにあの輸出入関税を 1% ずつじりじりって上げてって決して下げないであるとかね、調査船はあの打破してですね、1人につき10兆円とか払えないような、とてもとても払えないような身代金請求して、で、あのそっか払えねえのか、じゃあ、 あの港のあの使用権益、港の権利よこせ、で、あの使用料払えとかですね、じりじりとローンで払わせつもいいですね。ね、出なければまああの潜水艦でそーっと沈めちゃう、そーっと沈めちゃってですね、すぐにあの回収して何もかも、人はですね、浮いてんのはあの棒でつついて沈めて、まあ、証拠隠滅で OK と、日本が言ったとわからない、日本はあの超個体なんですから、日本と日本人っていうのは一つの個体、多数の個体がの集団が一つの個体のように振る舞う超個体なんですから、親戚以外には冷酷残忍で構わないと思うんですけどね、ですんで私あの外国人生活保護なんて大反対だし、超個体だから、親戚同士の集まりだから、まあまあ、 あの外国人が出産一時金40万円、もらうのもあの反対だし、なんで親戚じゃねえのが日本に来て子供産んで金もらってんの、なんかね、超個体主義ですんで、まあまあ揺るぎませんよ、私の考えは。球場なんか破棄すべしだしね、というわけで、ご支援メール等員ポスティングボランティア様、まだまだ募集しております、よろしくお願いします。デトックスジャパン。